どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。いやー、もう9月ですね。昨日まで、あ、そうですね、ロットが折れて昨日までかな、そのバスロットでの兆候を振り返っていたんですが、まあ新しいロットを、これを機にね、ちょっとまあ新しいロットでもいいかなと思いまして、今ロット探してます。で、一応何個か候補は見つかったので、まあ、買ったら、動画で紹介して入魂動画を作ろうかなと思っております。で、これからね、こう秋で冬に向かってちょっと新しい釣りをっていうことで、今度アジングに挑戦しようかなと。で、アジングのロットもちょっと欲しいなと思ってまして、今、候補ね、バスロットと一緒で何個かこうね、絞っているところでございます。まあね、冬はね、一応オフショアはね、年中こう何かしらのターゲットがいるので、まあ、タチウオにも今年ね、ちょっと挑戦しようっていう話になっております。で、おかっぱりはね、ちょっと本当に厳しい時期が続くので、っていう、アジングをまず本格的にちょっと始めてみようかなと思っております。アジングの道具もね、紹介できたらなと思っておりますので、ぜひ見てください。いや、もう9月か。バスロット折って2週間か。動画はその次の週から上がってるんですよ。先週から上がってると思うんですけど、実際折ったのは8月の一番最後に動画を撮ろうか撮る前か迷って、とりあえず釣りに行こうということで行ったら折ってしまったと。彼もね、3年間僕を支えてくれましたから、本当にね、素晴らしいロットでした。いやー、びっくりした。マジで普通にあんなに折れるんだなっていうぐらいの折れ方で、ちょっとカメラにね、なって撮れなかったのがちょっと残念だなっていう感じですね。いやー、これからもね、どんどん兆候動画を多く出していけるよう頑張ります。それでは最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。またねー。